はい。それでは、京都大商店の方、予想いきます。本ちゃんです。前倒しでいきます。ごめんなさい。一日ちょっと早いんですけど、えー、もうね、明日、また、徹夜のね、作業なっちゃうっぽいんで、もう眠った明日ね、眠たい中やるの嫌なんで、すいませんけど、まだ日曜日のね、えー、日付変わって0時何分ぐらいですか今、今、はい。ちょっとすいませんけど、もうやっときます。ババアえー、回復傾向と見て、月曜日には乾くでしょう。 はい。それで予想するんでよろしくお願いします。それでは行きましょう。出走表どうぞはい。えー、京都大商店見ていきましょう。えー、ちょっとまだね、えー、1日前、えー、1日前かな。日曜日のまだ、えー、夜中なんで、ちょっとまだオッズがね、明日の夜中またどうなるかちょっとわからないんですけど、えー、暫定オッズでも決めちゃいます。まあ、そこまでオッズ動かないと思うんで、もうある程度票入ってくれてるんで。 はい。えー、結局何頭いるんですか結局15頭もおるよね。多いね。うん、多いですね。まあ、今日の大商店は、えっ、ー、と、毎、ま、日、あ、王冠と違って、まあ、違ってってこともないんですけど、えー、どっちかっていうと、えー、き店行く方よりはあれかな結局なんか、ジャパンカップ行ったりとかね、あと、貧乏やったら、エリザベス女王杯ですかそちら行ったりするのが多いね。あんまり空き店この後行くって、 っていいうううのが少ないかなか路線的にそうなんでしょうねはい。で、えー、もう本命を前から言ってます、もうシュバル・グラン、太鼓ミッキー・ロケット、ここ一緒です。3番手、サウンド・バース。まあ、ここも多分、事前調査で言ってたと思うんで、多分、超維持ですね。はい。はい、まあ、単勝と今、ミッキー・ロケット、サウンド・バース、ごろごろしてますけど、まあ、どっちでも優勝はも正直、単勝目安してないんで。 はい。もう超維持です。スマートレーヤーがあと絡むかどうかぐらいですよね。もう、京都大師商店、えー、っとね、開幕週京都、えー、外回りと言えもね、間違いなく打ち合いよりね、間違いないんで、2回言った。うん。今日もね、雨降ってたんですけど、えー、ね、ばばちょっとしぶしぶした中でもね、京都外回り、えぇ、ー、1400メートルですかね、打ち枠の一番来てたんで、馬券絡んだんで。まあ、打ち枠ですわ。 もう超いいですね。外回りやからこその、えー、内枠いいですね。はい。去年、北三部役内で誰にしようかなと思って、内枠でね、インの言うと強いよってずっと言ってたんで、アドマーデオ選手したらね、ここで結構パンパンパンってバケ取れたんで、ありがとうございますって言ってたんですけど。 まあもう、ちょいですね。三3年前とか誰かあったな ?3 年前結構荒れたか。まあでも当選ラーからこうってたら買えんことない馬券やったもんね。とりあえず内こうち枠買うてくださいね。今日、一昨年絶好調ラブリーで打ち枠一番ですもんね。まあ、とりあえ買えんことないですもんね。はい。ちょいじ馬券です。ちなみにこのまま、あ、ヒットザターゲットも実はうち枠、ここしかも1、2番でこうってたらもう大馬券よ、これ。ゴールドシップ走ったやつやろ、これ。ゴールドシップなんか高速馬場分かんで言ってたら、けえへんね、こんな。 すごい。これ確かあれだよ。1、2番のワイド。生まれん。生まれん。お前言いすぎても。ワイドでも1万5千円やからね。超イージや。うちこうといたらとりあえずいいんやって。その、うん。とりあえずいいんやって。うちやって。うん。こんだけでもうちやろもん。うちや。で、さすがに、プロレッターリアートですか。さすがに、この方はしんどいとしたら、もう簡単や。 サウンドバース、縛るグラマス、あとスマートレア入れるかどうか、セルフサービス、そしてミッキーロケット、ここですね。んで、この3頭とも、京都人員の具体的性、まあまあ悪くないんで、てかむしろ違法なんで、もう可愛いでしょ。一個、えー、こんな感じでね、まあ、サウンドバースはとりあえず前奏ね、去年と違って休みだけじゃないんで、一回使ってるんで、ここもしかしたら、えー、横乗りさん、 えー、このまま結構ね、ミスター、シェルバーコレクターが続いてるんで、もしかしたら、えー、G1 関係なく勝ちに来る可能性あるんで、下手し仕掛けてきそうなんで、えー、もしかしたらこのまままさしく穴馬の3番手、えー、黒3区ですね、ありえるかなと。で、ミッキーロケットが対抗止まりですね、このまま本命にする方も結構多いと思うんですけど、ちょっとやっぱ開幕シーンの分ね、えー、もしかしたら届かん可能性がある。しばらラグラウンドがまだ前目つけられるけばできるんで、そうなってくると届かん可能性がある。で、 えー、このまま京都24適正確かにあるんですけど、えー、日経新秀杯買った時もね、ちょっとやっぱ渋々したばばやったし、えー、その前も、その前もあれですね、京都24条件戦で走ったんですけど、この時も一応渋々しぶのばば思うですもんね。 そう考えると、えー、パンパンな高速ボバの時下手し、届かん可能性出てくるなーってことで、ちょっと出遅れ癖もある馬なんでね。もしかしたらそれがあだとなる可能性ありますね。神戸新聞はミッキーロケと茶は佐藤大ドに迫りましたけど、これやっぱ、えー、阪神の急坂があっての話なんで。はい。それ考えると、えー、届かん可能性がもしかしたら出てくるんじゃないのってことで対抗止まりにしてます。うん。 ですんね。そんなもんですか。はい。縛、まあ、るぐらいはね、賞金耐えてるし、休み明けや,きやるし、デムちゃんし、いつも浮いてるし、運転ちゃうのって印象なんですけど。私も試運転かなーって考えたんですけど、えー、このデムちゃんの記憶がもしね、ほんまここの、一、えー、回だけのね、仕事だったらね、デムちゃん別にこの後、試運転する人ないんで、ここをもしかしたら、えー、ガチで勝ちにくるんちゃうかなーと思ったらさ、デムちゃん的にはそれは買った方が嬉しいんでね、個人的にね。 うん。この後、その、えー、ジャパンカップですかこの後、えー。それを見据えてデムちゃんがもう一回乗るっていうのは試運転の可能性ありますけど。まあ、ただ、その試運転になったところで、さすがにミッキーロケットりゃ2枚ぐらいはさすがにこの舞台だって上やと思ってるんで。うん。ミッキーロケット新春杯勝ちましたけど、結局は強い、まあ強い相手ですけど、シャケトラですもんね。言ってもシャケトラなんて。 それ考えたやっぱ、えぇ、ー、縛るぐらいのが、えー、能力は2枚ぐらいを得ちゃうかなと思ってますわ。はい。ですね。ちょっと距離2400なんで、捉え切られる可能性あるんですけどね。えー、大焦点とかね、3000メートルだったら走れる馬隠れてくるんですけど。まあまあいいでしょう。鉄砲いいよって話ですけどね。確かに。鉄砲いい時、大体でも大焦点やからね。 うん。大商店はさっきも言ったけど、走れる馬限られてるんで、別に馬券からでもおかしくない距離なんで。この京都に異本になった時にどうなるかですね。ちょっと、えー、車体権捉えられそうな馬がなんとかおるんで。はい。えー、まあまあ、ここでいいでしょう。彼見ルテックとかおもろいなと思ったけど、外枠行ってもうたし。うん。もううちでしょ。あとはだから、マートレイヤーを買うかどうかですね。それだけされるサービスです。ヒットとターゲット、もうちょい打ち合ったら買おうかな思ったけやめときます。<laughs> FM ゲーム。 えー、いいかなーっていう方いると思うんですけどやっぱこの馬は東京向きですかねはいということで、えー、もうほんまにここ超維持人気3頭でいきますはい京都大商店ええー、万、まあ、一障害に続いてまあ、特にこちら京都ですね絶好の打ち役パート2いうことでもう開幕週はとりあえず外回り え、意外と特に外回りなんですね。内回りかなと思うんですけど、意外と外回りの、えー、内枠は基本有利になってます。ね、京都金輩とか見てたらわかるんですけど。もう開幕週、もう普通にいつの,のに買いましょう。はい。ということで、うちに、えー、私が目星つけた印がね、結構来てくれたんで、もうそこですね、超イージーに行きましょう。はい。印3等です。もう超イージーです。はい。10万円の行方ってことでもう人気林やし、もう内枠入ったし、もうここカっとかんともう、 チャンスないぞってことで。本命対抗に7万円。あと、馬単を、一回ね、ここ使ってるサンザバースがね、下手しい穴もなりそうなんで、横乗りさん仕掛けてきそうなんで、えー、サンザバースやっぱ貸してほしいと思うんでね、ここで、ね。はい、サンザバースから馬単を本命対抗に流します。ここに1万円ずつ。三連単を一応本線から、えー、本命対抗黒三角ですね、こちら123番に偽暫定になってますけど、ここ人気通りの三連単は1万円と。 はい。もうね、こんなんね、全然人気決着どおもんないって食ってる場合ちゃうで、お前ら。ここ取らんと。人気馬券こそ取らんと、取ってから以外そういうことは。穴もカッコつけてやんでる場合ちゃうんや、これ。もう、超イージーや、これ。まあ、すいません。これでね、全く馬券外したらほんますいませんなんですけど。ま、あスマートレイヤーがちょっと気になるかなぐらいでしょう、多分皆さんね。ほかは、もうええでしょ、もう。カッコつけて穴も買ってる場合ちゃうよ。人気馬券こそ取らんと、ってことで。ほんまに取らなあかん、これ。 これは取らなあかん。で、あとはですね、えっ、ー、と、その日曜日の問題の夜なんですけど、まあ、万が一、えっ、ー、と、私が、えっ、ー、と、まだ気力があれば、もしかしたら月曜日、えー、まあ、大焦点はこれで終わりですけど、もし勝手に、ね、勝負レースがあるなら、京都で紹介したいと思います。まあ、明日夜中に来てたらですけどね。はい。ちょっともう今日も、えー、さっ先帰ってきたばかりで、めっちゃ めっちゃしんどいんですけど、また明日の朝、えー、から、えー、お仕事頑張りますんでよろしくお願いします。もうお仕事は関係ないですね。はい。えー、予想よろしくお願いします。はい。以上で終わります。あ、すいません。画面戻しましょう。はい。ご清聴ありがとうございました。